どうもしげしげです。本日も無課金サブアカシゲパズやっていきましょうということで、本日は777本記念の動画です。ありがとうございます。777本もねやってこれたものね、視聴者の皆さんがいてくれてるからですね、ありがとうございます。まあその子の感謝の企画としてですね、今回は7名フレンド募集をさせていただきたいと思っております。今回の応募方法なんですけれども、まずしげふみチャンネルっていうね、後ろで今編集してくれてるふみちゃん と、2人で、まあ、ゲーム以外のことをやっているチャンネルがあるんですけれども、そちらのチャンネルのコミュニティのところに ID を書き込んでください。わかりやすいようにね、もう投稿、この動画が上がる頃には投稿されてると思うんですけど、そちらに ID を書いていただきたいんですけど、それに加えて、よく使うリーダーを教えてください。これはもう抽選ではなく選びます。シゲパズはやっぱりね、こうフレンド枠も無限じゃないわけで、拡張もなかなかできないわけで、やっぱりこう相性のいい方とねフレンドになりたいっていうところがあるので、よく使うねリーダーを書いていただきたいんですけど、私がシゲパズが最近よく使っているリーダーがこの辺になります。まあ、昨日の動画で神引きしましたマリエルもそうなんですけど、まあ、五条先生もね、呪術廻戦の最終日に交換して、まあ、育成はまああと枠拡張して遅延振るだけみたいなところまで来ておりまして、まあ、五条先生でもいいですし、ノクタリアとか闇ミアーダーをリーダーに出してるよっていう方はそれでもとても嬉しいです。はい、あと真人なんで、まあ虎杖出してるよとかいう方でもいいですし、もう必ずしもマリエル出してるからマリエル出さなきゃとかはなくって、相性のいいのが出てると非常に嬉しいんですよ。で、まあ、ミアとかもまだたまに使いますし、あと、ジョーゴとかに関しては、ロザリンとかね、出してもらっていると、非常にありがたいですね。助かりますね。って感じで、この5体に関連したキャラをよく使う方を選びやすいかなと思いますので、はい。そちら、何卒よろしくお願いします。で、そのコミュニティのところに ID を貼ってほしいので、この動画のコメント欄は閉じてます。この閉じてるのはね、バグでは何でもなく、あえて閉じるというね、やり方を取らせていただきます。そこご了承ください。で、今回選ばせていただいた7名の中から、1人に、親友選択も送りたいと思っておりますので、たくさんの皆様のご応募お待ちしております。では改めてですが、概要欄に、しげふみチャンネルの URL 入っておりますので、そちらからコミュニティ見ていただいて、そこにぜひ、どしどしご応募お待ちしております。本日は短いんですけれども以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。さよなら。よろしくお願いします。